甲子園のロッテ対阪神、雨天中止、チーン、中止や、そらそうよ、雨天中止、阪神も9連戦か、負ける気せえへん大雨やし、日程どうなるん、月曜、月曜予備日、さすがに無理やわな、いつもより諦めるのが早いな、電車止まりかねん大雨やし、出発前に知らせんと下手したら帰れなくなる、今阪神電車やけど車掌から中止のアナウンス来たで、朗希スライドするな、多分小島が月曜日、小島は甲子園でババと投げ合ってほしいな、月曜先発は来週投げられないからどうするんやろな、豆明けの佐々木の方月曜にする可能性もある、そうなるとなほど佐々木になるんだよな、無駄じゃね、霧式はスライドか流れるんやろか、さすがに霧式スライドはないやろ、飛ばすはずや、見たかった、ロッテのローテずれてくれ、頼む、ロッテの表ローテとか3連敗する気しかしない、振り替えの試合が月曜日だから小島、種市、朗希が種市、朗希、小島になるだけで変わらないんじゃね、全国大雨なんやね、糸井さんがすでに甲子園到着してるのにかわいそう、できる思ってる人おらんかったろ、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします。